今から回避しても無駄だ。メインカメラ破損、サブカメラへ切り替え。データを取るにはうってつけの相手だな。ターゲットロック、ファイヤー。環境データの入力完了。行くぞ。メインカメラ破損、サブカメラへ切り替え。最短ルートで行かせてもらう。指揮官に火災発生。数分後には爆発と推測。機体は仕上がっている。あとはパイロットの腕次第だ。行けリープスラッシャー。勝率は 50% だが、それを 100% に引き上げる。ブラックホールキャノン射出確認。ビビったら解除。いっけー！